はい、今日はピザトーストを食べていきたいと思います。こっちがツナとピーマン、こっちが玉ねぎとピーマンにチーズとマヨネーズをかけたものです。食べていきたいと思います。こっちの方がね、ちょっと今冷めてるので食べます。はい、ツナパンいただきます。うん、うん、おいしい。ピザがね、結構好きなので、うん、おいしいです。よいしょ、うん、うん、チーズだけじゃなくてマヨネーズもかけることによって、よくねパン屋さんで売られているピザパンの味がします。うん、マヨネーズとツナがあっていいですね。こっちは普通のピザパン、ピザトーストは、うん、玉ねぎが入ってますね。いただきます。あく、うん、とろっとろで美味しい。ちょっと熱い。
しピーマンがね好きなので、このシャキシャキ感が残ってても美味しいですね。ピーマンが苦手な人はピーマン抜きでもピザ感を出すためにサラミとかね置いてもいいかなと思います。今日はピザトーストを食べる動画でした。おしまい。